ではこちらのチップに塗っていきたいと思います。地爪だとベースを塗った状態から始めていきます。説明書を見る と、カラーをムラなく厚めに塗ると書いてあるので、ちょっとこちらのカラー厚めに塗っていきたいと思います。では次にこちらのマグネットを近づけていきたいと思います。本当に模様が浮き出てくるのかちょっと不安になります。しかもどれぐらい当てていいのかもちょっとわかんないんですけど、ちょっと浮き出てきました。でも気をつけないとちょっとくっついちゃいそうなので、ちょっと見ながら当てていきます。ちょっとくっついちゃいました。難しいです、この加減が難しいですね。距離感、ちょっともう一回やり直します。ではまた再度チャレンジ、乗せていきたいと思います。どうですか？デザインが浮き出てます。多分こんな感じで完成なんだと思います。ではこちらをトップコートで仕上げていきます。こんな感じでマグネットネイルの完成になります。とっても簡単にできてちょっとびっくりしました。このカラーの種類もマグネットの種類も何種類か他も出ていたので、いろいろ楽しめると思います。皆さんもぜひ試してみてください。